すると、インタビュー開始前に、綾野さんからシューイチポーズに対して、こんなクレームが。俺毎回シューイチのこれ回すの全然できないの。なんで？なんで？そんな難しい。どっからスタートすればいいの？勝手に決まってない。いや決めてないからよ。うん、みんないるのは真上ぐらいですかね。真上ぐらいから。真上ぐらいから始めますから、ね。それ聞ければもう今後は大丈夫です。見ましたよ石原さん。もうね。良かったですよ石原さん、良かったですよって言いたい。ありがとうございます。ちょっと1話から行きましたね、はい、これは綾野さんも行きましたね。エレベーターで今日は GO じゃないんだ。あれ今日 GO じゃない。恥ずかしい。前インタビューさせていただいた時にちょっとゴーって言ったんですけど、呼び捨て、ちょっとあの、はい、人見知り出ちゃって、もう一回リセットされました。今日もゴー行っちゃっていい？いい、もちろん。いいですか？ゴー良かった。エレベーターありがとう。ベタドン。エレベーターだけに。あ、そこエレドンじゃなくてベタドン。エレドンの良かったです。あれ恥ずかしくなかったですか？ドンって言って。恥ずかしくない。だって普通になんかこうやって止めてあげる。え、違います。覚えてないんですか？あれ言うの？あれ覚えてないんですか？教えてください、教えてください。いや、でクランクインしてすぐぐらいだったんですよ、撮影が、はい、本を読んだらここは普通にそれでドキッとするっていう風に書かれてるんですけど、はい、全然分かってなくて、はい、普通に止めたんですよ。どうぞどうぞみたいな。もうちょっとやってくれないとドキッとしないなって思ってたら、あ、ラブコメでこういうことかって言って、ツンデレ設定なんですけど、はい、ツンとデレの配合がうまくいってない。